も、あえちゃんです。3本目の投稿となりますってことで、もう喉が疲れてきたぜっていうことで、皆さん、盛り上がってるか？うん、一人だけ盛り上がっております。で、今回なんですけども、まあ、ヤマトが来たっていうことで、皆さんが気になる、ヤマトのメダル、合うメダル参戦っていうことでやっていきたいなと思います。まあ、それぞれ皆さん意見はあるかと思うんですけども、まあ、あえちゃんが思うメダルのね、紹介していきたいなと思います。では、紹介していきましょう。まずですが、このハンコックメダルとなりますね。まあ、ハンコックメダルはね、もう安定として強いなと思います。一応タグもね、なんだかんだめちゃめちゃ揃うので優秀だと思います。一応固有特性はね、そこまでね、強い感じではないんですけれども、まあ、一応タグがめちゃめちゃ強いなって感じが印象深いなと思います。で、主に強いのはやっぱりスキル1のクールタイムの短縮だったり、ダッシュ速度だったりね、まあ、あとは与えるダメージの 10% だったり、まあ、その、受けるダメージをもう 10% 軽減したりとか、スキル2のクールタイムが入ってるので、そこら辺が優秀だなと個人的には思っております。ダッシュ速度ガンガンパーティーとなります。ということで何が強いのかって説明しますと、まずドフィーのね、強いスキルが敵チームのお宝エリア内にお宝ゲージが 50% 以上の時ダッシュ速度が 8% 増加するっていうのと、あとメスメダルで体力 70% 以上の時ダッシュ速度が 8% 増加するとなっております。で、ローメダルはそこまで強くないんですけれども、一応自分チームのお宝エリアにいる時、スキル値のクールタイムが短縮速度が 13% 増加するとなっております。で、あとタグで優秀なのはダッシュ速度が 20% 増加したりとか、あとはですが、スキル1とスキル2のクールタイムが一応ね、短縮速度 14% ついてるところで、まあそこら辺が強いのかなと思います。まあこれがね、2番目かなと俺は思っております。はい、次ですが、ルフィ系となりますね。まあここのメダルに関してはジェットロケットメダルではなく、ルーシーメダルが一番いいのかなと思いますね。ルーシーメダルっていうのが、まあ皆さんも、知ってる方とも知らない方結構いらっしゃると思うんですけども、このメダルとなりますね。自分がお宝ダッシュした時、体力が 5% 回復すると、めちゃめちゃ強いですからね。5% も回復するんですよ。強くないですか？っていう感じで、一応ルフィが何が強いのかって簡単に説明しますと、まあルフィは、タグがめちゃめちゃ揃うんですよね。まあ見ての通り、こんなに揃うんですよ。やばくないですか？で、発動するのも、ハンコックと一緒で、いろんなものが発動します。自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、与えるダメージが 10% だったり、まあ、最悪世代も一緒ですね。これは敵チームの少ないとき、与えるダメージが 10% 増加するとか、船長はダッシュ速度ですね。で、超人は回避クールタイムだったり、で、麦わらのチームスキル2のクールタイム、で、ドレスローザでスキル中のクールタイムだったりしますね。なので、ルフィ系に関しては結構ね、タグが合わせやすいと思うので、まあ一応ルフィ全然キャラクター揃ってないよっていう人もいるかと思うんですけども、まあそこは自分のね、好みに合わせて、まあタグを合わせてもらえればなと思います。まあ一応ね、これは一番いいのはギアホースと、ルフィローのメダルと、あとここがルーシーメダルが一番強いのかなと個人的には思っております。まあとりあえずこの3戦が一番、いいのかなと思います。まあ、それぞれね、まだいっぱいメダルはあると思うんですけれども、まあ、現時点では、あえちゃんが思うメダルはこれぐらいかなと思います。では、1戦目ってことで、まあね、1戦目じゃないんですけれども、とりあえず、まあ、あれだとね、まあ、尺が短いんで、まあ、久しぶりの、まあ、あれですよ。まあ、1本だけってことでやっていきましょう。あ、降りれねえのかいって。まあ、みんなヤマト。愛されたヤマト。もうヤマトばっかり。楽しいですね。もう、ヤマト万歳ってことで。うわ、ぶね焦るわ。お、ナイス、吹っ飛ばし。いいね。ヤマトの強い、吹っ飛ばしっすよね。あれが強いわ。今、それ全然回復成功して。ドン、ドン、ドン。いいね。もう、あれで終わりだね。あとちょっとで終わりですね。はい。まあ、全然効かないですけどね。まあ、どうしようか。これ、倒しておきたいな、早めに。見てー、まあ、見てて、これ回復。これが強いところ。強いところ。マジで強い。回復できるんで、はい、見てて、見てて。まあ、けど回復マジでエグいっすね。普通に考えて。まあ、これ肉もらっていて。今何に振らった？フランキー！フランキー！俺今何もしてないから、ちょっとやめていじめないで。で、せっかく裏取れそうだから、裏取っておきたいな。ドーン！で、いや、ちょっと、ごめんみんな。いいところ見せたかったんだけれども、
まあそういう事故もあるんですよ。まあ人間なんでね、あのたまたまっていうことにしといてくださいっていうことで、ね、もう一戦やっていきましょう。まあ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 たまたまなんでね、あのヤマトが弱いわけがないんで、じゃあ見ててくださいってやっていきましょう。まあブーストなんで、もう5ドリいける？ 5 ドリいけんじゃね？これ5ドリいける、いいね、えいえい、ドーン、あもったいね、よし、いやー何をしてんの俺、何をしたいのかわからないんだけど、はい、いやーこれは取りたいところだな、取りよう、取ろう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 、オッケー、でけ、まあまあ取ったのはでかい、よしよしよし、全然、いやフランキー多いな、フランキー多いな、よし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 、フランキー狩り、よし、ゴドリが簡単簡単、マジで強い。はーい、ということでやってきたんですけども、ちょっとごめん、下手だったわ。うん、何もいいところ見せられてないんですけども、もうちょっと疲れちゃったね、今日3本投稿っていうところで、まあ、皆さんこんな感じで、まあ、ヤマトね、ぜひね参考になればいいなと思います。まあ、このチャンネルがいいなと思いましたら、高評価とコメントしてくれると嬉しいなと思います。またな。